イノベーションは新しい技術サービスによってビジネスの流れを変える、そしてビジネスに新しい価値を生む、そういったものだなというふうに思っております。 NTT コンベアは主に NTT グループに対して ICT のサービスを提供しています。ただ最近では NTT グループ以外のお客様にも IT のサービスを提供してきています。お客様あるいは他の IT ベンダーの方々とコラボレーションをしていく、競争していくことで新しいサービスというのを作っていきたい、これを実現することで世の中の仕組み社会を変えていくということを行っていきたいと考えています。オープンソースの存在は非常に大きなヒントになっております。どういったものを目指してこれからもサービスを作っていけるか。スマートクラウド 2.0 は DevOps 開発に必要な全ての開発環境ツールを瞬時に揃えることができる、そういったクラウドサービスになっております。コンテナオーケストレーションを中心としたオペレーション環境、そういったものを提供していくというふうに考えています。スマートクラウドデバース 2.0 をリリースする約半年前にレッドハットのテクノロジーを採用することに決めました。レッドハットを採用した理由としては、トータルでミドルウェア OS トータルでのサポートという観点でレッドハットを選びました。スマートクラウドデバース 2.0 は現在 3000VM ほどユーザーにご利用いただいています。今後はお客様を100社にして今の VM 数を2倍3倍に増やしていくことを目標としています。レッドハットオープンスタックプラットフォームを採用することにより現在運用コストが約 30% 低減できています。それは自動化によるものが多くてですね、それによって貴重なエンジニアを新しいサービスの検討に充てることができるようになったというのが大きなメリットです。オープンスタックを用いて実現したセルフポータルサービスによってユーザー様においては開発期間の短縮を実現しておりますし、開発コースの短縮も実現しております。我々運用側としましても、その運用コストというのの低下というのは実現できているので、非常にオープンスタック、レッドハットオープンスタックプラットフォームに助けられているなというふうに感じております。で今はデバース 2.0 でボタンワンクリックでプライベートクライアントに出せるといったところで非常にありがたいと思っております。企業界を生き抜くためにデジタルトランスフォーメーションは一つの鍵になってますので、より魅力あるものにするためにレッドハットとオープンソースの力を使って一緒に取り組んでいきたいと考えています。